聖書によると、イエス・キリストの生誕地ベツレヘムへ行くために3人の博士が明るい星を追いかけていったとされています。この星はおそらく接近して見えた木星と土星でしょう。紀元前7年3月、木星が土星に追いつき並んで見えるようになりました。3つの惑星は8ヶ月もの間一列になっていて、その間ずっと木星と土星は並んで見えたのです。12月になると火星がこの並びに近づいてきました。このことはすでに天文学の研究が行われていた古代バビロンで観測されています。バビロンの博士たちはこの3つの星を目印に進んでいったのかもしれません。3つの星が近づいていく地平線の方向、それこそまさにベツレヘムの方角だったのです。紀元前1年には金星と木星の接近が起こりました。さらに翌年、つまりキリスト生誕の年にもこの同じ接近が起きています。このような現象を見たバビロンの博士たちが何か素晴らしいことの前触れではないかと考えたとしても無理はありません。この接近の後、今度は水星と木星が夜空に並びました。2つの星はやはりベツレヘムの方角西を指し示していました。宇宙から見ると水星と木星と地球が一列に並んでいたはずです。1302年、ハレー彗星が地球の近くを通過しました。イタリアの画家ジョットは東方三博士の礼拝というフレスコ画の中に自分の目で見た彗星を描きました。それ以来、彼らをベツレヘムへ導いた星は彗星として描かれるようになりました。実はベツレヘムの星が本当に彗星だった可能性もあるのです。紀元前1年11月、地球のそばを通過した円形彗星は今よりずっと明るく輝いていました。毎日夕方に彗星は手の幅一つ分ずつ南西、つまりバビロンから見てベツレヘムの方角へ進んでいきました。3人はそれに導かれて旅をしていったとも考えられるのです。